平気物語、夏のよいち、ジャンプ編です。ホップ編、ステップ編と見てきた内容を踏まえて、全文訳していきます。あまりの面白さに、勘に耐えざるにやと、おぼしくて。あまりの面白さに、勘に耐えなかったのであろうかと思われて、船の内より。 年50ばかりなる男の黒川おどしの鎧着て白柄のなぎなた持ったるが船の中から50歳ぐらいの男で黒川おどしの鎧を着て白柄のなぎなたを持った男が扇立てたり蹴るところに立って舞いしめたり扇を立ててあったところに立って舞った 伊勢の三郎義盛、与一が後ろへ歩ませよって。伊勢の三郎義盛は与一の後ろへ馬を歩ませ近よって。ご上座つかまつれ。と言いければ。ご命令だ。いいよ。と言ったので。今度は中指し取って打ち食わせ。よっぴいて。尺尾の骨を。 ひょうふっといて船底へ逆さまにいたおす今度は中指しを取って弓につがえ引き絞って首の骨をひゅうズバッといて船底へ逆さまにいたおした平家の肩には音もせず源氏の肩には また、エビラを叩いてどよめきり。け毛平家の方では音もしない。源氏の方ではまたエビラを叩いてどよめいた。あいたりという人もあり、また情けなしというものもあり。あ,あ、あいたぞという人もいればまた情け知らずだ。 そういうものもいる。はい、ということで、現代語訳が全て終わりました。よく頑張ってきましたね。えーとですね、伊勢の三郎義盛は、大将からの命令を伝えに行きましたね。その命令というのは、あの男を捕まつで、今回はいいよというふうに訳すわけですが、いいよ。 と言ったんですね。なのでヨイチは、えー、扇の的を狙うことはもう終わってしまったので今度はその男を命令通りにシャクビの骨よとありますがこのシャクビ、えー、首という言葉を少し貶めるような、えー、そいつの首をみたいな言い方なんですね。その首の骨を、えー、迷うことなくひゅーズバッといてひょーふっといて船底へ逆さまに板をしたわけです。まあ、要するに殺しちゃったわけですね。で このことに関して平家の方では音もしない。つまり静まり返ってしまいました。もちろんえっ、ー、と扇が立ててあったところに舞い始めたのは平家型の男の人だったんですね。ですからまさか殺されるなんて思っていない。むしろ扇の的を射抜いて、えー、敵でありながらあっぱれだという風うに待って褒め称えていたにもかかわらず、 その男が無防備の状態でいられてしまった、い殺されてしまったことに対して平家ではもうびっくり。でも現地の方では、イエーイという状態ですね、エベルをたたいてどよめいている、はい。ここはあくまで戦場なので平家方がこう、あのー、敵をいたおすことに対して非難される理由はないと思います。ですが、このエピソードによって戦場の非情さを伝えているわけですね。そしてもう一つ 平家と源氏の価値観の違いについても読み取ることができますね。平器はそもそもまず戦場で一旦、えー、休戦状態になった時に敵に向かって挑発する。それも、えー、清掃をした若い女性を船に乗せてそして使いとして送るわけですよね。そして扇の的を射抜いてみなさいと挑発する。 そして、えー、敵ながら見事射抜いた、えー、源氏方を褒めたたえてまったりしてそれで盛り上がったりする一方源氏ここは戦場であるそして、えー、武士の名誉というのはあくまでも敵を倒し戦いに勝つことだという姿勢が見受けられますねさあこのような背景も感じながら復習の音読ですあまりの面白さに 感に耐えざるにやとおぼしくて、船のうちより年五十えばかりなる男の黒川おのしの鎧きて白江のなぎなたもったるが、恩義立てたりけるところに立って舞いしめたり、伊勢の三郎吉盛、与一が後ろへ歩ませよって、ご上ぞつかまつれ、と言いければ、今度は中ざし取って打ち食わせ、よっぴいて尺尾の骨をひょうをふっといて、 船底へ逆さまにいたおす平家の方には音もせず源氏の方にはまたエビラを叩いてどよめき蹴り「あいたり」というものもありまた「情けなし」というものもあり「平家物語夏の夜市ジャンプ編」以上です。